いいですか？もし見つかったら膝小僧に笑顔マークを書かれるかもしれませんから気をつけてください。書かれるわけないじゃないか、笑顔マークなんて。書かれないという保証でもあるんですか？もし見つかったら小泉さん、責任取っておでこにも書かれてくださいよ。いや、大きな声出すんじゃないよ、見つかるじゃないか。あ、見つかった。どうしよう、膝小僧に笑顔マーク書かれちゃう。いや、すいません、週刊窓際のものですが、ジェネリック医薬品について取材しているんです。困りますね、勝手に工場に入ろうとされては。いや、すいません、ジェネリック医薬品が品薄と聞いて、どうして改善されていないのか知りたくて。わかりました、そういうことなら今日は特別に取材を許可しましょう。ありがとうございます。本当なら膝小僧に笑顔マークを書くところでしたけど。本当に書くの？スクープ鷹の爪団、ジェネリック医薬品業界の取り組み。ここは見学通路ですか？中に入れてくれないんですか？工場内には品質管理のため極力人を入れないようにしているんです。というのも、人間には目に見えないようなホコリや異物が付着している可能性があるので、人による汚染から薬を守らなくてはなりません。小泉さんとかめちゃくちゃ汚染しそうですよね。君が言うのか、それを。中に入るにもエアシャワーで体に付着したホコリや髪の毛を落としたり、特殊な素材のクリーンスーツで全身を覆わなくてはいけません。さらに工場内の気圧を高く保って、室内にホコリが入らないよう室圧コントロールがされているんです。なるほど、室内の圧力を高めると中に異物が吹き込むことがないのに。人間が入れないなら、よく訓練されたハムスターとかが代わりに働くんですか？いえ、ロボットや AI が働きます。めっちゃ働き者じゃないですか、ロボット。ここではロボットが薬を作ったり運搬したり、出来上がった薬を AI が点検したりと、クリーンかつ効率よく24時間体制で管理されています。じゃあほとんど人間が介在する場面はないということですな。いえ、機械も 100% じゃありません。人間による品質チェックも行われているんです。さらに詳しく知りたい方は、日本ジェネリック製薬協会のホームページに分かりやすい動画もありますので、そちらもご覧ください。なるほど、機械と人間のコンビネーションで万が一の事態を防ぐというわけか。でもここまで完璧にやっておいて、どうして薬の生産が間に合わないんですか？そうですね、実はジェネリック医薬品が多品種少量生産されている点が原因と考えられます。多品種少量生産。ジェネリック医薬品は一つの生産ラインで何種類もの薬を時間差で生産されています。どの生産ラインでどの薬をどれだけ作るのかは長期的なスケジュールで決まっていて、特定の薬が不足しているからといって急に増産することができないのです。そうか、供給不足の裏側にはそういう事情があるのか。出荷停止が起きると同じ成分の他の会社の薬に注文が殺到してしまう。そうするとその会社も供給量が不足し、また他の会社にへと波及し、玉突き事故のような状態になるんです。なるほどな、一つの会社の問題じゃなく業界全体の問題に広がっているのはそういう事情なのか。そこで業界全体でも規制を強化し、皆さんの信頼回復のためにそれまでの工程を見直し、新たな取り組みを始めています。ですから以前のような状態に戻るにはまだ数年かかる見込みなんです。どんな見直しをしているんですか？これは日本ジェネリック製薬協会のホームページにも掲載されていますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいのですが、コンプライアンス、ガバナンス、リスクマネジメントの強化、品質を最優先する体制の強化、安定確保への取り組み、積極的な情報の提供と開示、その他協会活動の充実、国などとの連携という協会が起こすべき5つのアクションを制定しました。業界全体の見直しは分かりました。で、各企業ではどんな取り組みをされているんですかね？原薬は規格に合致した原薬と添加物を使って製剤化された上で、さらに厳しい試験をクリアしたものだけで製品化されます。さらに不正事案で問題になった点を踏まえ、医薬品の承認書と実際工場で行っている製造手順が異なっていないか厳しく点検するようになったり、外部からの監査も行うようになりました。承認書って何ですか？薬を製造する際に厚生労働省に提出した薬を製造販売するためのライセンスで、そこには薬の成分や製造手順が記されています。つまりその正しく製造手順を踏んで作られているかを点検するわけですか？そういうことです。昨今は不祥事を矮小化したり隠したりする企業や組織が多い中で、
業界全体でちゃんと問題に向き合っている点は評価したいね。でもどうして業界全体で信頼回復する必要があるんですか？だって問題になったのは業界の中の一部の企業じゃないですか。そうですね。普通ならそうやって一部の企業のこととして済ますことができるでしょう。でも私たちジェネリック製薬業界はそれと向き合い、教訓にすべきだと判断しました。なぜならジェネリック医薬品はこれからの時代にとってなくてはならない存在になるからなんです。なくてはならない？どういうことですか？